機動車・ディーゼル機関車の動力伝達方式。機動車・ディーゼル機関車の動力伝達方式。機動車・ディーゼル機関車の動力伝達方式では、機動車やディーゼル機関車及びその他の内燃機関車の動力伝達方式につい述べる。内燃機関は、トルクの出方が山なりで、出力、馬力は回転数に比例して増大するという基本的な、 出力特性を持つ。また、高速状態からの起動は不可能であり、機関指導時には無負荷でなければならない。したがって、内燃機関をこれらの車両に使用する場合には、電動機のように静止状態から直結発進することはできず、負荷を切り離す機構が必要となる。また、利用できる回転数が限られているため実用的な、 運転速度範囲を得るためには何らかの変速機構が必要となる。近年、各種交通機関のエネルギー効率上昇に向けた取り組みが行われているが、現時点で来年期間の熱効率の改善は限界に近づきつつあり、大幅な向上は見込めなくなってきている。一方、駆動系の伝達効率にはまだ向上の余地があり、世界各国で 電達効率の向上への取り組みが図られている。鉄道車両用の動力電達方式としては、一般に以下の3方式が存在する。クラッチと手動の選択手動式、または常時噛み合い、コンスタントメッシュ、コンスタントメッシュ式変速機、ギアボックスを組み合わせた方式で、自動車でいうマニュアルトランスミッションと同様である。 クラッチは肘動の摩擦クラッチが使われる場合が、多いが電磁クラッチなどが使われる場合もあり、車両によってはシンクロナイザーや流体継ぎ手を組み込んだものもある。この方式の長所短所は次の通りである。日本では1953年以前の機動車、1950年代までの入れ替え用、軽便鉄道用小型機関車のほとんどが該当したが、液体式が 実用化されると廃れた。2010年現在、機動車では営業運転に用いられる例はないが、ディーゼル機関車においては、大井川鉄道の DB8.9 が在籍しており、入れ替えや、稀に、客車経員にも使用されている。また、石川県小松市には、旧、おこや鉄道の機械式変速機を持つ、ディーゼル機関車、DC121 が、胴体保存されている。 保線用機械に属するモーターカーの一部でも機械式が使われている。欧州では特に小型の機動車を中心に採用されており、例えばスイスでは1937年には 285PS のディーゼルエンジンや縮空気と電磁弁による遠隔制御式5段変速機、歯車式の二軸駆動台車を採用した RCM に4型が製造されている。 イギリスでは1970年代には一般型機動車の大半が総括制御機能を持つ機械式で占められていて付随車や制御車も組み込んだ編成で運されていた国鉄レールバスキハ1万点10200キハ01から03形の手本となった西ドイツのレールバスも総括制御機能のついた機械式で機械式の総括制御機能を開発しなかった日本とは 大敵である。日本国外では近年、小型軽量で、工術する、流体式、トルクコンバータに比べ伝達効率も高い、という長所を伸ばす方向で、エンジンの回転数と、トルクに応じたスムーズな変速と統括制御が可能な、電子制御機械式変速機の開発が行われている。ただしこの種の新しい変速機は、かつての完全非自動な機械式変速機とは、 全くの別物と見なければならない。21世紀初頭の現代では、流体式、トルクコンバータと歯車機構を用いた鉄道用変速機も、やはり電子制御式多段変速構造に進歩している。それらは、ロックアップクラッチを備え、トルクコンバータに依存する領域を狭める努力がなされており、運転時における電子制御機械式変速機との際は、 起動時にトルクコンバータを利用するか半クラッチ制御を利用するか程度のものでしかない。また、摩擦クラッチの電子制御のみに頼って発進、変速することは、トルクコンバータを併用する場合に比べると、大出力への対処能力やトルク確保、変速ショック対策などの面で依然としてフリーであり、効率面での絶対的優位性をスポイルする課題点である。 ハイブリッド機動車への応用例も出現している。2007年10月、北海道旅客鉄道 JR 北海道は、モーターアシスト方式ハイブリッド機動車の試作車を発表したキハ160系機動車の改造車。この車両には、アクティブシフト変速機と称する電子制御、デュアルクラッチトランスミッションが使用されている。2014年9月には、実用試作車となる。 ハ系も落成したた。が、折からの不祥事続発発ににより、同年に開発は中止された後日英語ではガスエレクトリックまたはディーゼルエレクトリックエンジンと呼ばれる。エンジンで発電機を駆動、発生した電力で電動機を回して走行する方式。発電所を積んだ電車、電気機関車といえば理解しやすい。この方式の長所短所は 以下の通り、電気式はエンジンの出力確保や車両搭載面での問題を克服さえすれば先行して実用化されていた電気車両の技術を沿用可能なため技術的ハードルが比較的低かった。このため欧米では1920年代から採用例が出現し、1930年代以降は大出力機関を搭載した大型ディーゼル機関車、 機動車の駆動方式における主流となって、大出力内燃車両の普及に大きな役割を果たした。欧米、ロシア、中国等の大型機関車は、ほとんどこの方式が採用されている。その歴史では長年にわたって一般に直流電動機が用いられていたが、1970年代に、西ドイツで、ヘンシェル・ブラウン・ボベリ両社による、で2500、 DB200 に形施策ディーゼル機関車において、ブラシレス同期発電機と誘導電動機を組み合わせて、インバータ制御する効率的な方式が確立され、そちらへの移行が進んでいる。日本で電気式内燃車両を導入する試みは、技術不足によるエンジンの出力不足と発電効率の悪さに加え、低規格の線路条件による軸重制限という悪条件が重なり、 長らく短所だけが目立つという状況が続いた。機関車では第二次世界大戦後にアメリカ陸軍が持ち込んだ8500型と呼ばれるキャタピラー車星 180PS 級機関を2機搭載するゼネラルエレクトリック車星ディーゼル機関車が高成績を残し1950年代にはマンやズルツァーをはじめとする欧米大手エンジンメーカーと 日本国内のメーカー各社の技術提携による大出力ディーゼルエンジンの導入に合わせ、いくつかの国鉄向け試作本専用電気式ディーゼル機関車が製造された。国鉄では、これらのメーカー各社持ち込みの試作車群や、それらの使用実績を受けて開発された DD50 型での試行を経て、1956年より DF50 型として、1 1200PS 級機関を搭載し1 0 0ット給電動機6機を駆動する電気式ディーゼル機関車が量産化された。だが、それらはいずれも代替されるべき蒸気機関車などに比して、非力な割に事情が重くしも高価であり、また研修設備をディーゼルエンジンのものと電気機関車用のものの2本立てとする必要があり、煩雑であった。そのため、これらは後に、 日本で独自開発された1000から 1350PSQ エンジンを搭載する液体式ディーゼル機関車 DD51 型などの量産により順次置き換えられて1980年代中盤までにすべて淘汰された。次来長年にわたってその後の国鉄の労使問題の悪化もあって日本で電気式ディーゼル機関車は主流にはなり得なかったが国鉄民営化後 1700から1、800PS 級の高効率直噴エンジンと、ブラシレス交流発電機、インバータ制御とか、5形3小誘導電動機の組み合わせにより、1992年の日本貨物鉄道、JR 貨物の DF200 型で、再び電気式が採用された。また、2010年から投入されている、蓄電池を併用する入れ替え用ハイブリッド機関車、 HD300 型も基本は電気式である。日本では機動車においても1930年代と1950年代にそれぞれ少数が製作されたのみであった。特に第二次世界大戦後は国鉄で限定して試作されるに止まり、それらも後にすべて液体式に改造されている。しかし2000年代に入り、機関車同様の交流電動機普及と、 小エネルギー化を背景に、蓄電池を併用するハイブリッド型として、電気式の制御、駆動方式を備える機動車の研究が進められ、2007年には、東日本旅客鉄道、JR 東日本によって、営業運転用として機械200型が導入されたのを皮切りに、その後も2010年に観光用の HBE300 系、2015年に、 一般用の HBE210 系が投入されている。また2016年に申請された e l h 系、トランスイート式島は基本は電車であるが、非電各間では電気式機動車として機能するハイブリッドエディシー、方式車両である。JR 北海道のモーターアシスト式ハイブリッド機動車キハ160系2007年に試作者発表は 電動機の出力とエンジンの出力を電子制御機械式変速機に入力するものである。発電電源でモーターを回す点は電気式起動車であり、同時にその出力配分装置も兼ねた機械式変速機を用いる機械式起動車である点で従来と異なる得意な例と言える。この方式は同社の次期特急系起動車二百285系に 採用される予定で試作車も落成したが、安全への傾注方針により、2014年に開発は中止され、試験を行わないまま2015年3月31日付で、廃車、2017年3月に解体された。車両の動力伝達にトルクコンバータ、日本では俗にトルコンと呼ばれる。以後トルコンと略を用いた方式。かつては、液圧式と呼んでいたが、 制油圧駆動方式が登場してから液体式と呼ばれるようになった。この駆動システムは、機動車での使用が一般的であるが、交流電源の整流技術が未発達の頃、雲蛛屋790系試作交流電車において、回転数の連続可変制御が難しい、交流電動機の段付き、トルク変動を吸収するために用いられたこともあった。トルコンとは、 密封されたケースの中で、比較的低粘度の液体、変速機油を満たして、入力軸に油の流れを生むポンプインペラーと、出力軸に油の流れを受けるタービンランナーの二つの羽車を、こう合わせ、それぞれの中間に置かれた、ステーター、案内ばねと呼ばれる固定紙が装備されており、入力軸により、ポンプインペラーを回転させると、油がエネルギーを受けて、 遠心力により中心部から外周部に向かって流れ、ステーターで油の流れを整流後、タービンランナーに流れ、エネルギーを伝えながらタービンランナーを回転させ、その後、中心部に戻った油をポンプインペラー側に還元して再び油がエネルギーを受けて循環することにより、出力軸のトルク、回転力を増幅する装置である。このトルク増幅作用が、 流体クラッチフルードカップリングと異なる点である。ディス・ホルム・スミス式の液体式変速機である TC に、型と DF115 型で使用されている6要素3段型のトルクコンバータの構造を、右側の見取り図で説明すると、左側にあるポンプインペラーが入力軸により回転すると、エネルギーを受けた変速機油が第1タービンランナー第1ステーター第2。 タービンランナー第2ステーター第3、タービンランナー順に経由して流れ、その後、ポンプインペラーに戻って循環することにより、出力側のトルクを入力側の4から5倍にして取り出すことができる。構造上、入力側と出力側の回転数の差が少なくなると、トルク増幅効果は薄れていき、 固定されているステーターが流速の上がった戻り油に対して逆に抵抗となり始め損失が増えていく。また、トルコンのみでは大きな変速比を得られないため、中、高速域での加速力と低燃費の両立を求められる近年の機動車では、トルコンに頼る領域、変速段、またはトルコンに頼らない領域、決断において1から4段の変速ギアと、 各ギア団に組み込まれた、湿式多ンクラッチの組み合わせと、エンジンからの動力を機械的に直結させる、ロックアップ機構が装備されている。これらは、自動車のオートマチックトランスミッションと同様の構造と、働きであり、カウンターシャフトを用いた、ギア機構や、優勢歯車機構を電子制御することにより、日本の機械式では果たせなかった、多段変速機の総括制御を実現した。 1950年代に日本国有鉄道国鉄に採用され2010年時点でも一部で使われている液体式変速機であるリズホルムスミス式の TC-2 と DF115 は共に戦前に設計された国外の製品を国産化したのである運転席には変速切り替えレバー中リズ変速直結の三段切り替えがあり発進時にレバーを 中立から変速に切り替えると、電気指令により、入力軸側にある変自化クラッチ部の変速クラッチが作動して、エンジンからの動力が、直結軸、内軸の外側、外軸にあるトルコンの入力軸を介して、トルコンに伝達され、その後、トルコンの出力軸、外軸とフリーホイール、外軸と内軸の間にコロ、またはスチールボールを挿入したもので、 外軸の回転が、コロのくさび効果で内軸に伝達される機構を介して、直結軸、内に伝達され、その後、出力軸に伝達される。この状態が発進から中速までの速度域を受け持ち、中速から最高速まではレバーを、変速から直結に切り替えると、電気指令により、自家変クラッチ部の直結クラッチが作動して、エンジンからの動力を、 直結軸を介して、出力軸に伝達を行っていたため、蒸気のような変速ギアを備えていなかった。両者の切り替え速度は共に時速 45km で、あるが、その操作は運転士の判断による手動である。また、打行時や制動から停止までは、中立に切り替え、動力の伝達は行わない。そのため、特に入出力の回転差を吸収する機構がなく、 衝動が発生しやすい直結弾での再立行時には、その時々の速度に応じ、中立位置であらかじめエンジンを適切な回転数に合わせる空ぶかし、自社におけるブリッピングに相当が必要となる。国鉄型機動車はコストダウンの必要からエンジン回転系は備わっておらず、スムーズな操作には相応の技量が求められる。当時、機械式、 電気式との比較で論じられていた、この方式の長所短所は次の通りである。鉄道用の液体式変速器は1930年代にドイツやスウェーデンなどで開発された。日本では鉄道省で1936年から試験が行われていたが、戦時体制下での燃料統制もあって本格採用は遅れ、1953年の 国鉄規波44,500系機動車から正式に採用となった。以来、在来車の感想も含め、国指鉄を問わず、日本のディーゼル鉄道車両のほとんどが液体式変速機を用いるほどの普及を示している。世界的に、機動車や小型ディーゼル機関車に多く用いられるが、一時のドイツや日本では大型ディーゼル機関車にも好んで使われた。 多彩な方式があるが、日本で広く用いられているものは、以下の2方式いずれかの系統に属する。トルコンは1個で、これに直結、変速クラッチが内蔵された変字化クラッチ部、カウンターシャフト式変速ギア、優勢歯車式変速ギア、それに組み込まれた、湿式タバンクラッチを組み合わせたタイプで、あ、構造的には、自動車用自動変速機に類似している。 変速の制御はトルコンとギアの切り替えで行う。比較的コンパクトで、日本の鉄道においては、ほとんどの機動車に採用されているが、直結弾に変速する際にはクラッチによる切り替えが必要であり、変速の際のショックが大きいため、大出力の機関の組み合わせには無理があり、機関車では DMF31S 型エンジンを装備した DD13 型。 DD14 型、DD15 型に使用されている。フォイト型は、ホイト式とも称される。非常に複雑な方式であるが、原理的にはトルコンを2個以上並列で使用し、それぞれのトルコンに専用のギアを備えたタイプ。変速の制御は、使用するギアガンのトルコンのみにオイルを満たして、動力伝達させ、それ以外のトルコンはオイルを抜いて空回りさせるため、ミツルハイ、 油式とも呼ばれる。リスホルムスミス型と比べて直結弾がなく、大出力、大トルクの機関にも適するが、その反面スペースを取る。このため、機関車向きの方式とされる。日本の鉄道においては、より強力な DML61Z 型エンジンを装備した DD51 系以降の機関車に用いられている。旧西ドイツなどで採用され、日本では、 DD91 型と DD54 型に用いられた1個のトルコンに多段式の歯車変速機を組み合わせたものである。歯車変速機が自動で変速を行うことから全領域で効率が高く起動時のトルクも大きいが変速に際して一度トルコンの出力軸を歯車変速機から外し歯車の切り替えを行った後に再度出力軸を接続するため 変速機本体や機関に加わる衝撃を緩和する装置を必要とし、歯車変速機も自動変速の複雑な構造のものとなる。アメリカ合衆国では電気式が主流であったが、1960年代に西ドイツのクラウスイコールマファイ社から導入した流体式変速機を搭載した機関車 ML-4000 型がサザンパシフィック鉄道を SP と両グランデウエスタン鉄道 RGW に存在した。SP は1950年代からより強力な機関車を欲していた。SP と RGW は当初3両ずつ発注した。初期の成績が良かったので SP は15両追加発注した。山岳地帯の運用には適していなかったので平坦地で運用された。最初の両はキャブユニットで二次車は フードユニットの形態であった。より強力な演出度40系統の導入により1960年代末には使用が停止され1970年代に解体された。その後、一両はカメラカーとして乗員の訓練に使用され、2010年時点では復元の上で保存され、将来的には胴体保存が予定されている。2010年現在、 各国で生産されているディーゼル機関車は電気式が主流であるが液体式も生産されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。